かです。今日はなんと名古屋出身のいこちゃんの地、名古屋に、ここはじゃん、大須に来ています。いろんなお店があるんですけど、なんで今日は大須に来ているかというと、今回なんと、昨日のライブに一部にご出演くださったサイクロニスタさんと一緒に旅ロケをできるということで、今回やってきました。大須に早速ではお呼びしたいと思います。サイクロニスタさん、こんにちは。こんにちは、サイクロニスタです。名古屋です。コンペイジョウスキです。ナナキマンです。イルテンです。よろしくお願いします。お願いします。では、みんなで旅をしていきたいと思います。早速、行きましょう。早速、そうですね。今回、ここの地を選んでくださったのが、サイクロニスタさんだったと思うんですけど、普段遊びに来たりしてるって。そうですね。結構、ライブの間とか、前とかに、コースはよく来るので、食べる。一緒にしてるのかが分かった。いい。合う、うん。いい感じのなんかスッってくる感じがちょうどいい。もしかしていいかも。え、待って。こんにちは。リンさん。
入りに。リンさん。え、どうせ、毎日2000来てるわ。嬉しい。こちらこそ。嬉しい。美味しいです。ありがとう。葉っぱはどうですか？いいです。あの、唐揚げと合ってて。そうです。いい。あの、いろいろ研究して、うん、あの台湾の場合は基本的にバジルが入ってるの。ただバジルが一回開けるから、うん、ちょっと食感と油よく取っちゃうから、うん、私それは無水じゃないなので、うん、で皆さん多分ご存じないと思うけど、世界初唐揚げカップに入れるはリーさんの店です。でも今大須で行くとどこでもカップでしょ。だから21年前からリーさんがカップを使って、そう。で、なぜこういうことをやるっていうか、台湾の場合、ビニール袋に唐揚げ入れる。そしたら熱くて、そして串刺すときたまに破れる。手に刺す。そして油ペタペタ。それが嫌い。だから、よく考えたら日本は綺麗好き、おしゃれで食べればどうか。で、こういう形に。ただこれを。あのうちの店常連さんが18年間通って僕といかに面積会ったことないから数々いっぱい。だって来る日リーさんがどこにいるか分かんないから、まあ大したもんじゃないから。すいません、邪魔して。ありがとうございます。ゆっくり食べてください。いいえ、はい、ありがとうございます。パクチーってどれ？全部パクチー？あ、でも無臭。そう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 。いただきます。タロ。味が痛いのに、違う違うんだ。違うんだ。具材なんだ。美味しい。一緒に食べたらいい感じです。美味しい。どうぞ。取ってください。ここにはマンゴーとエリベンスミチとパイナップルスミチ。こちらは台湾のパイナップル。これはいろいろエリアで作ります。台湾のパイナップルと日本の沖縄のパイナップルを使ってます。ぜひ飲んでみてください。でも勢いしたら頭切ってたら残すって言ってください。じゃあどうぞ。リーさん何人かいるのかリーさん何かいる、何人かいる。めっちゃ最初の方に戻ってまっすぐ行ったところは嬉しかった。
ビは大陸だから大陸ってのはオーストラリア大陸下にあるえ、オーストラリアこれの中のこれそうそうそうわかりやすい列島ってことなんかこう見やだね見やだすごいツッコミ役なんですねすごい、ここがバカなんです面白い面白い誰かメンバーが発揮好きお酒好きで、昨日お酒に迎えに来てもらって嬉しくて、で、お酒好きでしたただ昨日片手で、ね、こうやって隠れて帰ったんですよえー、うわすごいそりゃそうでしょう配信することもありますよそうですごい大阪とかはめちゃくちゃあ、でも近いだろうね月の半分ぐらいで、ね、すごいどこのアイドル来るかも名古屋のアイドルって思ってる人も大阪って思われるもんね、うん、はい、ぜひぜひぜひお願いしますありがとうございますうまそうおっきわぁ、これがおいしそうすごい、いっぱい食べてピラフが決まればいい匂いめっちゃいい匂いする、うんうん、美味しそう。可愛い。ほかほか。わあ、あの喫茶店のホットケーキだこれ。めっちゃ美味しそう。すごい。そして私たちが、はい、パフェです。フルーツパフェとチョコパフェ。色合いが良すぎる。上から美味しそう。お花みたい。可愛い。これも。フルーツの乗せ方がいい。の、いただきます。ございます。富士山。ピンク。家具ってなんかこの辺のだけみたいな聞いたことあるけど、名古屋だけだった。名古屋しかみたいな。え、他の公園にもある。え、そうなんだ。何が？富士山。あ、そうなんだ。あれです。わかんないんだ、この体が。風からの中でも。
店があります。コブクロと台湾ラーメンの組み合わせが最高に美味い。いつも並んでる。行ったら店みたいな。じゃあ、大須、いろんなとこを歩いて、ちょっと外れの道にやってきたんですけど、今からはどこに連れてっていただけるのでしょうか。今からは私たちのマイホーム、ラッドホールに行こうと思います。ラッドホール、音がめちゃくちゃでかいです。トランクに花束をの一部のライブに出演してくださって本当にありがとうございます。ありがとうございました。呼んでいただいて、なんかライブ拝見させていただいたんですけど、ステージからの熱量みたいなのが一気に入ってきて、サイクロニスタさんのグループならではな空間が作り上げられてて、でライブを見てもすごく熱量というのが一番感じたし、歌をすごい届ける思いみたいなのをパフォーマンスから感じたんですけど、楽曲だったりとかグループさんについてより深く知っていきたいので、いろいろお話し聞きたいなと思っております。お願いします。お願いします。お願いします。サイクロニスタさんはどんなところを売りにして活動されているグループなんですか？主に楽曲が日常に起きたこととか出来事をもとに制作チームに書いてもらってる、いわゆるその日々を青春パンクっていうストレートな歌詞に乗せて歌うっていうのを売りにしてて、なんか楽屋みたいな3人でライブできる空間を作るみたいなのがモットーにしてやってます。日常みたいなのがグループのカラーになってるのが、そうですね、昨日のライブも見させてもらった時、煽りというかの感じもフロアを巻き込む、3人で巻き込むみたいな、その盛り上げ方がすごいくって、ありがとうございます。グループとしては、今年の12月で4周年で、今の2人が一昨年の12月に入ってきてくれて、今1年半一緒にやってる。もう1年半ほぼ毎日一緒にいて、休みもやっぱり練習スタジオとか行ってライブあってみたいな感じだから、ほぼ家族より会ってる状態で、すごい。なんかそういうのがいろいろ歌詞にも織り交ざってる。例えばなんか最高の日々とかだと、青春を謳歌した、あの子を謳歌したとか、最高の日々やって聞こえてたんですけど、私たちが、その最高の日々をカバーさせていただくということで、本当にありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。初めてカバーをしてもらえるので、すごい嬉しくて、うち自分たちで振り付け全部やってるので、すごいです。めっちゃこの振り付けいいなと思って、なんかこの辺だけ夢を希望この歌すべて、これ全部手話で、あ、そうなんだ、ここがすごいいいなって思った。振り付けを新しく考えてもらえるっていう話で、きっとめっちゃ嬉しくて楽しみにしてます。ありがとうございます。最高の日々っていう曲についてもちょっと深く知りたいなと思うんですけど、この日々は、去年の4月にお披露目した曲、この2人が入ってきてくれて2つ目のオリジナルの曲だったんです。振り付けを、京都のスタジオまで作りに行って、私がもう1個のグループのメンバーと一緒に作って、みんなでやって、
大変だったよね、でも大変だったね。でも予定がその時もいろいろ入ってて、やっぱり振り付け作ったことある人がいないから、はい、初心者全員みたいな。すごい、世の中ですごいですね。でもなんか仲良くなるよね、うん、達成感の後の、そう、なんか演じ、声があって演じいつも言う何かが完全に終わった時に掛け声が私たちに合う。せーの、ケース終わりの決定終わりのケツで。花巻マンがいつも率先してやってくれるから結構掛け声って。やるよって。そこでもなんか一個団結が生まれてる。最高の日々をそれぞれ歌ってる時の思いの入れ方みたいな。私たちもカバーする上でちょっとなんか参考にしたいというかっていうのもあるんです。最高の日々が初めて私がこの。もらった曲で、歌ってる歌詞が才能なんてなくたって歌える歌を今っていう曲で、私は本当に才能がないって周りからも言われてるし、自分でも自覚があるけど、あの歌いたいものがあるからここにいるし、届けたいものがあるからここにいるから、だからその歌詞を米井さんからお前に歌ってほしいって言われて、私しか歌えないぐらいの勢いで歌ってると思って、サブスクとかで聴いてて、その落ちサビめちゃくちゃ印象的だったんですけど、ね、昨日初めてライブで生で聴いて、うん、もうグッと聴いてあ、本当そう、私なりにも落とし込みつつ、今のお話を聞いたのも落とし込みつつで、ちょっと頑張りたい。ハモリもめっちゃ難しいんで、ね、そうなんだ。花巻マンがハモリを、なんか初めてそのハモリをチャレンジした曲が最高の日々で、自分こんなんできんだろうって思って、もうずっと練習してたんですけど、今はもう余裕でできるようになってきたので、もう結構好きな曲です。本当にあの曲キャッチーだし、うん、初めて見た人誰でも心をつかまれるような曲だと思ってて、その楽曲の歌詞世界みたいなところからはどういう気持ちで解釈で歌ったりしてますか？うん、今3人の代表曲が5月に出したフレームフレームっていう曲なんですけど、それは私が日常生活のことを歌いたいっていうのを伝えて作ってもらって、で例えばお酒好きなナナキマンが床で寝てるあいつら、飲みすぎて床で寝てるあいつらよかったなっていう歌詞があって歌ってたり、でサブスクには入ってない曲なんですけど、ユースって曲はめっちゃ昔の初期メンバーの時にメンバーで喧嘩した時の歌詞をそのまま入れ込まれてて、メンバーがなんかやめるって逃げたやつを追いかけて、でもどうにもなんなくて泣いちゃったとかを全部超えていくんだっていうサビの歌詞が、全部超えていくんだ誰一人も置いていかないぜって入ってたりとか、代表的だとティーンエイジライフっていう曲は、これもなんか青春パンクって名乗り始めるきっかけになった曲。すごい、メンバーのこれまでの活動の奇跡みたいなものを全部楽曲に見せて物語を感じられていいですね。それを凝縮したのがプロローグだね。そう、本当にメンバーが辞めて即1ヶ月で入ってきてくれた2人だったから、お披露目までに10日とかしかなかった、っていう中で新曲やろうってなった曲だったから、思い出がすごい深い。でも今のお話聞いてると、やっぱりなんか本当にそれぞれ日常にあったこととか、日常の皆さんの感情をちゃんと歌詞にそのままはめ込まれてる感じだから、なんか曲への一曲一曲への思い入れが全部強そうだなって、うん、それはすごい強いよね。全然歌いながら泣く。一つ一つのライブが全部本当に違うから、だから歌い方も日によって変わるし、なんでこの瀬戸になったかも私たちが瀬戸組んでるから、今日はこういう流れでこれを伝えたい、今日の主催はこうなってこう
ういう例が、なんだろう、テーマだからこれに沿ってこうしたい、次のグループにこうつなげたいっていうのがあってやってるから、煽りも変わってくるし、歌い方も変わってくるしっていうので、本当にいいライブをしてるなって自分たちも思って、いやー、いい、それがすごくいい。なんかその日によって喋りたいこと違うし、その日に自分が思ったこと、考えたことと、やっぱり目の前にいる人たち、どんな言葉を自分とすり合わ、君とですり合わせれるんだろうかっていう、考えるのが楽しいから。昨日あの私たちの前に、披露してくださって、サイクロニスタさんの後にやれたからこそのそのフロアの温まりとかすごいなんかあって、だからなんかサイクロニスタさんのその作ってくれた空気感の中で最初やれてよかったなってめっちゃ思ったんですけど、昨日はなんかありました、テーマというか、そのセトリにした、セトリは私で、昨日はそれこそ初めての対バンということで、なんかやっぱりお客さんとかも絶対両方とも知らない人たちが多いのかなっていう面で、やっぱ盛り上げることと、もうなんだろうな、絶対全員もう巻き込んでやるみたいな、あとまで一気にね、みたいな感じで一気につなげて持ってくぞっていう気持ちでやらせてもらいました。熱を止めない一つの理由を締めて、よかった。本当にセイクレいろんな楽曲が幅広くあって、そうですね、その中で最高の日々が入ったらすごくより幅が広がる感がしていて、本当にカバーできて嬉しい。絶対に多分勝てると思うので、瀬戸里の頭に入れてくださいよかったら頭に、結構サイクロは頭で最高よくやる、そうなんです、ね、頭からぶち上げていく感じですね、頭か2曲目とかだとすごい、昨日も2曲目、あ、そうです、そうです、そうです。なんかあのセイクレもただ日常生きてる中でライブで一つそこで一体感があり、コミュニケーションが生まれてつながれるみたいな心も大事にしてるので、そのサイクロニスタさん の日常の中での青春をライブもそうだし、楽曲からみんなに届けるところで取り入れているっていうところが、なんか似てる感じします。そうですね、すごい、なんかこの先もまたやってやれたらなって思ってます。いや、ぜひぜひ、いつもお願いします。また名古屋も絶対行きたいと思うので、はい、その時はぜひミクベイにミクベイに一緒にさっき飲みましょう、ぜひ将軍で飲もう、大きいやつが今日はお話たくさん聞けて本当に良かったです、ありがとうございました。ありがとうございました。それではチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。ありがとう。